ランドール・グレン・ジョンソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、エスコンディト出身の元プロ野球選手。3のゼ州立大から1978年メッツに、ドラフト11巡目に指名され、入団。1980年7月ブレーブスに移籍。1985年12月ジャイアンツに移籍。1987年広島入団。1988年退団。 内野全ポジションを守れる、守備力と、1986年 3A ながら打率、332という安定した打撃を表され、入団となる。1987年は、絹笠義雄に代わり三塁手として、途中出場するパターンが多かったため、規定打席には及ばないものの打率3割をマークし、期待通りの働きを見せた。1988年キヌが引退し、 肖像類種として期待されるが足首を故障しに、軍暮らしが続き、結果、片岡光弘にポジションを奪われてしまう。二類、遊撃も、蝶田幸造、高橋義彦で固定されていたため出番はなく、8月7日、シーズン終了を待たずに自由契約となった。翌1989年から選手を引退して、スカウトとなり、パドレス、ロッキーズ、タイガースで働いた。 2003年から2010年まではアスレチックスでビリー・ビーン GM の特別補佐を務めた。ありがとうございます。